うん、創業以来続くプリンアラモードか。アラモードとは東西風という意味だが、むしろ素朴な味わいが魅力を放っているな。フルーツサンドは過去のメニューを復刻させたリバイバルメニューだそうだが、果物に濃厚な生クリームが絡み止まらなくなる一品だ。どちらも近頃食べた中では指折りの味。まだ店の知名度が高くないうちに情報が手に入ったのは強行だった。その上店の雰囲気も絶妙だ。スイーツの味が優れているのは当然として、それを素直に堪能できる空間作りは貴重。この店を取材先に加えて正解だったな。カフェ巡りの入り口として紹介するのもいいかもしれん。早く来すぎてしまったでしょうか。もうすぐ会えるというのに気がせいて文章が頭に入ってきません。待ち合わせ時間まではあと。そう急がずとも私も着いたばかりですよ。あなたがいらっしゃるのを心待ちにしていました。今なら窓際も空いています。行きましょうか。ああ、この本が気になりますか。以前あなたが勧めてくださったものですよ。お気に入りなので少し読み返していたのです。何度も読んだので内容をそらんじられるほどなのですが、まさに今どのあたりを読んでいたのかと聞かれると少々困りますね。何せ今はただページをめくりながらあなたを待ち焦がれる気持ちをごまかしていたものですから。こんな私を笑わないでくださいますか。